はいどうも、郵便局でこれもらいました。どうも、イボモソ協会でございます。というわけで、イボイボちょっとなんか痒くなってきてる。まあ、早速剥がしてみましょうか。何やろ、痒いって痛いの最小形が痒いらしいですからね。なんか刺激がいってるんでしょうね。じゃあ剥がしてみたいと思います。ペリ、お、めっちゃ白なってる、白なってる、いつもになく白くなってる。あれ、これ見てください。わかる、これ薬が真ん中だけ減ってる。イボのとこだけ、ここだけ減ってるってことやね。こすってみよう。ああ、さらに取れたな。うん、今日で3回目の薬ですよね。6日目、6日間経ったんで。これなくなるのかな。ダメだったイボコロリだなこれ。まだちっちゃくはなってきても、取れてはきてますね。ちょっとずつ取れてきてますね、この感じ。とりあえずこの表面のこの白いやつ、これ剥がしちゃった方が多分いいと思うんですよね。元に比べるとだいぶ傘が下がってきましたね。これだ、まださ、ここにさ、この薬が、これ真ん中ね、これ薬でしょ、一応これね、イボの形にこうえぐれてるんですよ。ということは他のところはまだ薬効果残ってんじゃないの、これ。これって。これの。こういうとこね。これ真ん中のところ。ここのところ。このとこ。俺のイボの肩が取れてる。ここにシリコン流して、俺のイボがクローンできますよ。クローンって作れますね。まあ、イエスは。そしたら、今日も魚の目タコ用なんですけど、イボに使っちゃってます。でもこれでいっちゃいます。あ、カンボ君のこれで拭きゃいいか。これウェットティッシュでしょ。エタノールとか入ってんのかな。これはエタノール入ってる、一応消毒できるな、よし、エタノール消毒。まあ、病院って取った方がいいですよってね、コメントもいただいてましたけど、まあ、イボごときで、まあ、可能したらで、俺の中ではこの取れるところが促進するかなみたいな、その分だけえぐれて取れてくれっかななんてちょっと思ってるんでね、炎症起こしたでいいかなと、ちょっと思ってます。多分炎症を起こしたらボロッと取れっしょ。逆にね、腐っちゃうみたいなもんでしょ、多分。どうなんやろ、バイキン入って、イボ復活っていうことは多分ないと思うんですよね。多分バイキンにイボが負けちゃうんじゃないかな。どうなんやろ。まあ、だからそれが大変な目でって皮膚がえげつないことになったらちょっと嫌やけどな。まあ、だけどそこまではいかないっしょ、さすがにね。よし。じゃあこれに、新たに貼りたいと思います。シール、イボシールを、イボシール賞を。ピタッと。はい。で、これね、これ。もう残り5個ですよ。3回使ったから8回しかない。8回しかチャンスないからね。ここに。さっきの感じでもセンターからだいぶずれてたよな。これでピタピタギュッギュッとして
これをね上からこうの方がいいんかな、まあ、こうの方がいいやろな、範囲的にはこっちの方が広いもんね、こう向けに貼って、よし、これで8日を迎えたいと思います。というわけでイボモソ協会のイボ取りおじさんでございました。イボイボ。